私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。キング&プリンス5人のきらめきと思いが詰まったの初の4大ドームツアーレポ。キング&プリンスへの東京ドーム公演。待ちに待ったキング&プリンスへのドームツアー。キング&プリンスファーストドームと2022ケラミスターケラ。2022年4月16日の東京ドーム公演の様子をレポートします。彼らのこれまで、今、そして未来を感じさせるパフォーマンス。2018年のデビュー以来、常に勢いを増し、グループとしても個人としても活躍の場を広げているキング&プリンスが、4月2日、初となる4大ドームツアー公演、キング&プリンスファーストドームと2022ケラミスターから、をスタートさせた。CD デビュー記者会見で、リーダーである岸優太さんが、5日ドームでのコンサートをしたい、と語っていた夢がついに実現。また、ジャニーズとしても、コロナ後初となるドームツアーとなった。福岡ペイペイドーム、京セラドーム大阪をめぐった彼らは、4月16日、東京ドームに降り立った。動員数は約5万5000人。広い会場には、ファンの熱く、温かな思いが満ち満ちている。照明が落ち、メンバーを紹介するムービーが流れた後、王子様のような白い衣装をまとい、巨大な観覧車に乗った、まばゆい光を放つ5人が目の前に現れた。直径約10メートルの観覧車は時計型をしていて、さらにムービングステージとして観客の方へと迫ってくる。演出を担当した神宮寺勇太さんが、タイムービング、と命名したもので、インパクトある華やかな演出は見る者を非日常的な空間へと誘う。また、観覧車といえば、アミューズメントパークの中でも圧倒的な存在感を放つシンボリックな存在。それは、今のキング&プリンスを象徴しているようにも感じられた。今回のツアータイトルに掲げられた、ミスターは、彼らのジャニーズ JR 時代のグループ名である、ミスターキング VS ミスタープリンスにちなんだもの。グループの原点から辿ってきた道を感じてもらい、好きになってほしいというメンバーの思いが込められている。ミスターのロゴは、高橋海人さんがデザインしたものだ。実際、大きな県どころの一つとなったのが、ジャニーズ JR 時代からの人気曲を披露するコーナー。当時の衣装で登場した5人が次々に歌い踊り、会場をエモーショナルなムードに包み込む。懐かしいと感じる人もいれば、新鮮に思う人、このパフォーマンスをライブで見られるなんて。と感激する人、思いは様々であったに違いない。もちろん、デビューから、これまで、そして今のキング&プリンスをも、しっかりと届けていく。デビュー曲であり、今やアイドルソングのアンセムとなった、シンデレラガールは、フル尺でパフォーマンス。平野紫耀さんが歌い出すと、会場の空気が一変。はっと息を呑む一瞬の静けさの後、この日一番と言っても過言ではない高揚感が生まれた。これまでリリースしてきた全シングル楽曲、コンサートでの人気曲、初めて披露する曲など、キング&プリンスへの歴史が詰まったセットリストは、彼らからファンへの感謝の気持ちに他ならない。それは演出にも見て取れる。トロッコに乗って会場の隅々まで駆け巡り、また、巨大クレーン、メカラームに乗り込んで、ドームの上の方にも、ちゃんと姿を見せに行く。時折、皆さんの顔、見えてますよ、と、声をかける場面もあり、誰のことも置いていかないという思いが感じられる。また、メンバーカラーの紙吹雪や、レーザーを使った演出、次々に打ち上げられる花火なども、ライブに彩りを添え、祝い祭りムードを盛り上げた。怒涛のパフォーマンスの合間には、5人の関係性の良さが伝わってくる微笑ましい場面も、顔を見合わせて笑い合う姿が印象的だったのは、平野さんと神宮寺さん。また、マックでは、岸さんがかっこいいと思うメンバーランキングを発表することに、永瀬廉さんを4位に選んだ後、自身の順位を3位と明かした岸さんに、永瀬さんが、ちょっと、と詰め寄る姿には会場が大いに沸いた。岸さんと高橋さん恒例のいじり合いも健在。岸さんは他にも、オフ
ふざけコーナーをプロデュースしたり、わっしょい、そ、いや、という掛け声をファンに投げかけるなど、たくさんの笑顔を作り出していた。本編のラストに待っていたのは、怒涛のダンス曲ブロック。その一つには、平野さんと高橋さんが振り付けを担当した楽曲もあり、豊かな表現力で見せる難易度のパフォーマンスに思わずうなる。愛されるキャラクターだけでなく、努力をして着実に積み重ねてきた高いスキルをも持ち合わせた彼らを目の当たりにして、キング&プリンスへの底知れない魅力と、アイドルとしての強さを実感した人も多かったのではないだろうか。最後の挨拶では、ジュニア時代から応援してくれてる方にも、最近キング&プリンスへのことが好きになってくれたという方にも、もっともっと好きになってくれたらいいなという思いで作りましたと話した神宮寺さん。高橋さんは、皆さんから普段もらっている愛をちゃんと返せるように、メンバーみんなで臨んだステージで、本当にこの瞬間が幸せですと思いを伝える。永瀬さんは、こんなに幸せな空間をジャニーさんも見てくれているんだなって思うと、懐かしい気持ちにもなるし、キング&プリンスをすごいと思わせられるようなものを作っていかないといけないなって強く思いましたと、ジャニー北川さんに思いを馳せ、決意を新たに。岸さんは、ずっと夢に見ていた東京ドーム公演、気持ちよかったなんてもんじゃないですね。そんな言葉じゃ正直片付けられないです。ど気持ちよかったですと、夢が叶った気持ちを口にした。そして平野さんは、デビューしてまだ4年でドームは早いんじゃないかなとか、会場の一番奥まで届くのかなとか、表現力が足りてるのかなとか思ったんですけどと、不安な気持ちを率直に伝え、僕たちの思いが心の奥までちゃんと届きましたかと問いかける。会場からの拍手を受け、でも僕は今日だけでは満足していません。こんなに素敵な景色があるなら、もっと素敵な景色があると思うんです。それをキング&プリンスをと、ティアラ、ファンの総称のみんなで見に行きたい。もっともっとかっこよくなって、皆さんが胸を張ってキング&プリンスへのファンだと言えるように頑張りますと、野心と展望を強く語った。ツアータイトル、ミスターに込められた総意の通り、キング&プリンスをというグループのこれまでと今を見せただけでなく、希望が詰まった楽しみでしかないこれからをも感じさせた今回のライブ。途中、平野さんが、俺はティアラに恋煩いと歌詞を変えて歌う場面があったが、ファンへの真摯な思い、感謝の気持ちが深く強く伝わってくるものであった。今年デビュー5年目に突入する彼ら、さらなる高みへと駆け上がっていくことを予感させる初のドームツアーは、5月15日、平野さんの出身地である愛知で幕を閉じる。まる私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。